こんにちは、ひろさんチャンネルのひろきです。本日は就活生の方に来ていただいたので模擬面接をやっていこうと思います。本日模擬面接に来ていただいた田中さん、よろしくお願いします。就活で目指している方向性とかっていうのはどういった方向性を見ているんでしょうか。目指している方向性といたしましては、 IT 業界の SIR さん、ソフトウェア系のメーカーさんだったりを重点的に現在就活に取り組んでおります。職種としてはどの職種を目指されているんでしょうか。職質といたしましては、システムエンジニアを目指しております。今日私が、面接官としてやるのは IT 業界の SIR のエンジニア採用の人事とかが良いですかね。どういう、はい、そんな感じがいいですかね。はい、それでお願いいたします。面接とかでここ今日練習しておきたいんだよな、不安なんだよなとかってありますか。学知化だったり自己 PR の基礎的な部分を通して、うん、あんまりなんか自分のエピソードに再現性だったり、やっぱ価値ってものが低いなと思っているので、そこら辺を見てくださると嬉しいです。お願いいたします。あと実際にスタートしていくにあたって、なんか不安な点とか確認しておきたい点とかありますか。不安な点は先ほど言った、やはり私は大学もあまり頭に大学じゃないので、ワンランク上の企業に勝てるような、うん、そういう面接を作り上げたいと考えているので、それがちょっと不安な点でアップデートしたい点なので、その部分だけお願いいたします。ワンランク上の企業に内定が出るように頑張っていきましょう。はい、はい、お願いいたします。まず最初に自己紹介からお願いいたします。はい、日本工業大学先進工学部情報メディア工学科から参りました田中と申します。大学では情報メディア工学科という名前の通り、メディア、ウェブ、アプリケーションだったり画像認識だったりの勉強から情報工学の勉強をやってまいりました。また現代では研究として車両制御の研究を行っております。本日はよろしくお願いいたします。学生時代に一番頑張ってきたことを教えてもらってもよいでしょうか。はい、私が学生生活に最も頑張ったことは、大学3年生の時に4人チームでウェブアプリケーション開発を行ったことです。具体的にウェブアプリケーション開発の内容といたしましては、街のシンボルマークとして利用される施設があるのですが、その施設ではイベントのために部屋だったり庭の空間だったりを提供して、そのお客様に喜んでもらうということを行っていて、そのイベントで実際に起こっていた写真だったり、またその施設の歴史だったりをアルバムのように歴史として長く保存していきたいということで、それを分かりやすく一括管理できるウェブアプリケーションの開発を行っていました。その際に困難だったことといたしましては、毎週ウェブアプリケーション開発のために4人で会議を行っていたのですが、やはりこの中でそれぞれのシステム開発の進捗だったり、システムの具体的な要件に対するイメージだったりが噛み合わずに、なかなか意見が合致せずに会議が長引いてしまう、無駄な時間を取ってしまうということのところがとても課題でした。でその中で私はやはり全員が共通認識を持てていない、情報共有ができていないことが課題だと考えました。その中で取り組んだことといたしましては、まずメンバーに困っていることがないかということを積極的に聞いたことが一つになります。また積極的に聞いたことを真摯に取り組むことで、次も相談しやすい環境づくりを徹底いたしました。またその聞いたことに関してまた情報共有をすることで、全員が全体を見渡せるようなチームづくりを徹底いたしました。その結果、システム開発はスムーズに進められるようになり、目標としていたシステムは完成して、実際には運用に関しましては次の学年の後輩たちが行っていくのが完成したという形になりました。でこの経験から私はただ会議をすればいいというわけではなくて、全員が全体を見渡せるように情報共有というものを積極的に定期的に行うということの重要性を学びました。この意識を大切にして残りの学校生活も大切に歩んできたらなと考えております。以上です。このアプリの開発というのは、開発期間はどれぐらいだったんですか。開発期間は1年を通して行いました。ちなみに言語はどんな言語で開発されたんですか。言語は Web アプリケーションなので、 HTML、CSS を通してデータを扱うために MySQL だったり PHP を使用して、また Web アプリケーションの要素として JavaScript を使用させていただきました。じゃあ PHP を言語として使われてたって感じなんですね、プログラミングのところで、はい、この中で機能として田中さんが作ったのはどの機能を作られたんですか。私が作った機能といたしましては、画像を管理する際に検索をして、検索をしたワードの画像が抽出されて出てくるように、画像にタグ付けを行うのですが、このタグ
を実際につける管理とタグの追加編集のタグ自体のジャンルの管理のページを実際には制作いたしました。いつのイベントみたいな時に言った時に出るようにしたりだとか、何々イベントみたいなイベント名とかでやった時に出たりとか、そういう機能を作ったってことですかね。はい、その通りになります。だからそれ作る時になんか大変だったことってありますか。細かいウェブアプリケーションの部分を実際に作ったことが授業で習う程度でしかなかったので、実際に複雑なプログラムを作る際にはインターネットで調べて行ったのですが、それでもやはり全く予想通りに動かないことが困難だったと考えております、うん、思い通り動かないこと結構あったと思うんですけど、そういう時どうしてたんですか。その時はやはり真っ先に仲間に相談することにしていました。まず最初に自分で考えることは前提としてあるんですけども、それでも分かんなかった時にはやはり全員に共有して、少しでも分かる部分があればそこを重ね合わせて、それでもできなかったので何時間も何時間も取り組むことで最終的には解決という形になりました。どういうので詰まって、あ、このやり方かみたいなのってなんかパッと思い浮かぶなります。このやり方かというのは特になかったと思います。やはり試行錯誤で10個以上のネット上にあるプログラムを順番に組み込んでいったり、また教科書を読んでそれも少しずつ組み込んでいったり、で複雑なパズルを解くような感じで行っていったので、解放があったというよりは試行錯誤をしてやっとできたという形が強かったかなと思います。実際そういった過程ってなかなか思い通りに進まなくて大変だと思うんですけれども、そういうのとかは嫌だなとかあんまりなかったですか。やっている時はもちろん嫌だなとは思うんですけども、やはりその全員でその一つの問題に向かって取り組んでいる時にはやはり一体感というものはもちろん生まれますし、またできた時の喜びがやはり大きくて、その時はみんなでこう手を叩き合って喜んだということもあって、やはりプログラム制作での魅力ってそこだよなというふうに考えているので、総合的には楽しいかなと考えております。自己 PR お願いしてもよいでしょうか。はい、私の強みは相手の要望に対して真摯に取り組むことができることです。実際にこの強みが生かされたエピソードといたしましては、私は趣味で絵を描くことをしているのですが、この際に絵を見て私にお声掛けさせてくださった方がいて、その方から登録者10万人以上の YouTuber の方がイベントをやるので、そのイベントグッズの制作をしてくれないかということでそちらに取り組みました。でその際にデザインの要望の具体案が具体的になっていなくて、イベントのグッズのデザインっていうものをするのがとても難しい状況でした。でその中で私が取り組んだことは流れとして2つありまして、1つ目は要望を聞いていく中で某バラエティ番組のようなものがいいという意見が出まして、その意見を持って帰って実際にパソコンでこの某バラエティ番組のロゴまたはそれに近しいロゴを書き集めて1つの資料にして、そこから特徴を抜き出してその特徴に合わせてグッズデザインの案を10個ほど制作いたしました、2つ目といたしましては、この案を YouTuber 様に提示をして要望のすり合わせを行うことで具体的なデザイン案に落とし込むことにしました、結果といたしましては200個ほどのグッズは完売することができて、非売品としてスタッフが着用していたスタッフ T シャツは直接お客様に送ってほしいってお声掛けさせていただいて、大きな達成感を感じました。この経験からできないことがあっても自ら方法を考えて積極的に行動することの大切さを学びました。本社で SE として働く際にこの強みを生かして活躍できたらなと考えております。以上です。このグッズ制作はどれぐらいの期間やってたんですか。3ヶ月ほどの期間をかけて行いました。田中さんのその絵とかはネットとかにアップしてていろんな人が見てるみたいな感じなんですか。自分の趣味の絵を上げていて、それをたまたま見てくださった方が友人となってつながってくださって、その方がたまたま YouTuber さんと知り合いだったのでお話をいただいたという形になります。イベントで200個も売れたのってすごいなと思うんですけど、なんでそんなに売れたと思いますか。売れた原因といたしましては大きく2つあると考えていまして、一つはやはりその YouTuber さんが実際に人気者だったからというのが現実としてあると思います。でもう一つに関しましては、私がちゃんとお客様の層を確認してグッズ制作したのがとても強いかなと考えております。具体的に行ったことといたしましては、 YouTube は視聴者層が見えたり、また実際にアンケートを出せるので、その中でイベントに来る人の年齢をアンケートしていただいて、それを受け取って、このイベントでは中学生から小学生という若い層の方が来ることが分かっていたので、またそのイベントも鉄道系のイベントだったので、
じゃあもっとポップで、それも電車もあるようなグッズデザインを制作することで、もっとファンのニーズにグッと、うんうん、グッと来るのではないかなと思って制作したことが大きいかなと考えております、うん、全体としてはもう受かるなって思いました。普通にめちゃくちゃ良かったですよ。もちろん改善点はあるので、そこの部分はお伝えしていければと思うんですけど、大枠としては採用される人だなって感じました。まず全体的なところでいくと、1個これはすごくテクニックとしてパッと改善できるところなんでお伝えできればと思うんですけど、多くの質問に対して終わるときに以上です、以上ですっていう終わり方をするんですよ。以上ですっていうふうに言うと、田中さんの回答終わりで次こっちのボールなんだなっていうのが分かりやすいのでいいんですけれども、毎回質問の後に以上です、以上です、以上ですっていうとちょっと冷たい印象というかになってしまうことがあって、テクニックとしてこういう技がありますよっていうところが、質問された内容を繰り返すという終わり方をすると良いです。これが私の強みです。そうです、そうです、そうです。シャットアウトみたいな感じじゃなくて相手ボールに返せるので、テクニックとして質問で繰り返して終わるっていうのをやるのは細かいですけど印象アップにはなりやすいかなというふうに思いました。自己紹介でも全然いいなと思ったんですけれども、さらに良くするためにっていう風なところでいくと、その自己紹介で出すトピックって面接で深掘りしてほしいトピックを出すと良いなというふうに思っていまして、例えば今車両制御の研究を言ってくれてるじゃないですか。車両制御の研究ってまだすごい具体的な研究フェーズに入ってるっていうよりかは調査段階なのかなと思ったんですよ、時期的に。ですし、面接でもすごい深掘りしてほしいトピックではまだないのかなと思ったんですよ。だったら1年間かけたアプリ開発の方が掘ってほしいトピックなのかなと思うんですよ。そうです、たまに面接の場面でこういうことがたまに聞かれないことがあって、それでうまくなんか本領発揮できなくて終わっちゃうってことがあったので、そう、もったいないので、めちゃくちゃいい話なのに、エンジニア目指してて、で1年間のチーム開発やってちゃんと納品まで終わってるっていうのは素晴らしいことなので、そこを言えるように、研究の話とかは一旦置いといて、勉強内容の話もあっさりで、大学では情報メディア工学部においてプログラミングなどを学んでますとかって、もうざっくりプログラミングって言っちゃえばいいと思います。さっとまとめちゃってその上で、特に頑張ってきたこととしては1年間かけてチーム開発を4人で行ってきたもので、実際の大型施設さんに実際に使っていただくシステムというのを1年間かけて完成させたというところが頑張ったことになります。その他にも課外活動として私絵を描くのが好きなんですけれども、10万人以上の YouTuber さんに声かけていただいてグッズ制作というのを行うなどの経験もしたことがあります。本日はどうぞよろしくお願いしますみたいな感じでいくと、面接の中で掘ってほしいへーっていうトピック釣り糸が垂らされるんで、パクッと食いついてもらいやすくなるっていう。面接一番最初の自己紹介なんで、やはり長くなってしまうと長えなみたいな感じで見られるのかなって思って、なかなかそれが言えなくて、実際長いなと思ったりしないんですか？内容次第ですね。エンジニアを採用したいと思っている企業が、へえそんなことあるんだ、もっと聞きたいって思う内容であれば、別に全然長いっていうよりかは、えもっと教えてください田中さんっていう風になるので、っていう感じです。すごくいいエピソードなんですよ、これが。なんですけれども、中身の部分がもったいないと思ったんですよ。どうしてもったいないと思ったかっていうと、システムエンジニアを採用しようと思っている企業って、ガクチカで何を伝えたら成功かみたいなところで言うと、エンジニアとしてこの人採用したらすごい活躍しそうだなって思ってもらえたら成功なんですよ。って考えた時に、話してくれた内容っていうのが、会議でうまくいかないときに共通認識持つようにしたり、メンバーの話をしっかり聞くことによって解決して情報共有しましたよっていう話をしてくれたんですよ。これって開発のことじゃなくても言えちゃうんですよ。そういうことってあるじゃないですか、チームで何かやれば。ありますね。でも田中さんって開発をしてるんですよ、ちゃんと。チーム開発、壁にぶつかった時も本当に10パターンとか試して、ネットにある情報全部試して1個ずつやりながら、つまずいたところも何回のパズルをクリアしきるまでやりきるっていうこととかもやってるじゃないですか。プラスチームで全体進捗いくようなところもやってるって感じじゃないですか。こういうふうに開発全体のことやってるのに、話してくれたトピックがここの1個だけだったんですよ。開発者としてシステムエンジニアとして活躍できそうだなっていうことを、ど真ん中のことやってるのに、具体で話してくれてるのが協調性みたいな、なんか抽象度が上がったことしか言ってくれなくて、めっちゃもったいないなって思いました。もうシステム開発の場面での困難だったこと、取り組んだことを入れた方がいい。そうです、そうです。その場合には、私が本来使っていた協調性の部分も
両立してエピソードに入れる形になるんですか？まず協調性を言おうとかは思わなくていいと思います。今すごい協調性とかそういうことを言いたいっていう気持ちが多分すごく強いのかなと思ったんですよ。協調性を伝えることが目的なのかっていうとそうではなくて、システムエンジニアとしてこの人は優秀だ、活躍しそうと思ってもらうことが重要なんですね。そのための手段の一つが協調性をアピールするということであって、もっと効果的にアピールできそうなことがあればそっちを話した方がいいじゃないですか。ああ確かに。でいう時に、例えば開発してた時とかに自分が進捗産むじゃないですか。なんか田中さんって進捗あんま遅れなさそうな気がするんですよ。しっかりものそうなんで、周りが遅れてたりして進まないなみたいなことがあったの多いのかなと思ったんですけど、どうですか実態としては。例えば今私どういうことを想像してたかっていうと、田中さんが作ってるじゃないですか、で遅れてる人もいるじゃないですかみたいな時に、自分のタグ付けして検索して欲しいものが出れるシステムの機能っていうのが選手がある程度言ってる一方で、遅れてる人がいた時になんか手伝ったりする瞬間ってあったんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。 ありました実際に、うんうん、というのがあるんであれば、協調性というものがありますという言い方をしなくても、私はこういう開発のところを担当してこういうふうにやってきました、で自分のところができたけれども他で遅れてる人もいたので、結局全体が終わらなければ完成にはいかないので、そういう時にはその遅れてるところの開発のパートに入って自分が手伝えるところを手伝うことによって全体進捗の遅れを取り戻していけるように取り組んでいきましたみたいなことを言ってくれると、結果的に協調性伝わってるんですよ。自分としてもちゃんとプログラムが避けている上で協調性も伝えられる。そういう風に言ってくれるとリアルな開発現場を想像するんですよ、採用担当者は。ああうちでもお客さんのシステム作ってる時にやっぱりどうしても遅れてきた時ある、そんな時に自分の仕事もパシッとやりきってパッとヘルプ入ってくれるような人がいたら、あすげえ助かるなって想像してもらいやすい、そんなイメージです。このガクチカで言うとこんな伝え方でいくのはどうかなみたいなところでいくと、私が学生時代に一番力を入れて取り組んだことは、大学3年生から1年間かけて取り組んだウェブアプリケーションの開発になります。具体的には町のシンボルマークとして利用されるような大型施設があるんですけれども、その施設でいろんなイベントだったりを行っている、そのイベントで行った写真だったり歴史っていうところが管理記録する、そういうものがないということだったので、それを一元管理できるウェブアプリケーションの開発をするという内容でした。その開発を行う上で私が担当していた開発パートっていうところが、そのイベントの写真であったりにタグ付けをして、それを検索機能で引っ張ってこれる、表示されるようにするみたいなところのデータベースのところから開発のところから画面のところまで一貫して担当しておりまして、基本的にはそのバックエンドっていうのは PHP を使って開発をしてきました。それをやるにあたってすごく多くの壁にぶつかりました。授業ではもちろん習って一通りのことはできたものの、本当に大型のシステムを作る、チームで開発するというのは初めての経験だったので、正直思い通りにいかないことばかりでつまずきました。その中でも自分自身エンジニアとして活躍できる人材になりたいという気持ちがすごく強かったので、絶対にめげずにやりきろうと思って取り組んでいきました。具体的にはまず壁にぶつかった時には、当然なんですけど自分でネット中にある情報というのをこう調べるということをやりました。また調べてもどうしても分かんないことであれば、そこは一緒に開発している仲間がいるので、その仲間に聞きながらこういう時どうしてるみたいなことを聞いて、より早く解決するっていうことをして納期遅れを出さないっていうことを心がけていきました。またそれをしてもすぐに解決できないことっていうのは何度も何度もあったんですけども、そういう時にはこの複雑なパズルを解くようなものなんていうのを実際やってみて感じたんですけれども、いくつものパターン、本当に10個以上のパターンっていうのをネットで調べたコードを入れてみたりだとか、教科書からあるものを引っ張ってきて組み合わせたりっていうことをしながら、最終的に思っている動作をするっていうことを実現できるようにっていうのを取り組んでいきながら解決していきました。またその実際チーム開発なので、私ができていても周りがどうしてもより複雑なことをやっていたりだとか、事情があってうまく進まないっていうこともあったので、そんな時には自分の進捗は遅れないようにしながらも相手の開発パートも手伝うということで、システム全体を見る視野の広さも持てましたし、その結果全体的なゴールっていうのも1年間でここまで納品するぞっていうところまでやりきることができました。本当にそんなことたくさんあったんですけれども、最後にできた瞬間っていうのは本当にみんなでこうタッチし合うような、その本当に気持ちいいという思いでいっぱいになりましたし、自分自身本当に働いてからもエンジニアやりたいという気持ちがより強くなるような経験をすることができました。これが私が学生時代一番頑張った経験になります。個人で頑張ったことも全体として強調したことも全て盛り込むみたいな形。そうですそうですみたいな感じにすると、よりど真ん中の伝えたいところがバチッといけるようになっていいんじゃないかなと思います。
これも非常にいいエピソードだなっていうふうに思いました。今の残りでもすごくいいんですけど、もっとよりよくできそうだなって思ったところでいくと、鉄道系のものとかっていうのも入れてあげると、なんかどういうイベントなのかがすごいイメージしやすくなって、聞いてる方は想像できてとか、小中学生をターゲットにとかっていうのがあると、なんかより分かりやすいなと思ったんですね。この話でいくと、その依頼者の希望に応えるみたいなところをベースで話してくれてると思うんですよ。そこを重視して伝えたい内容として作られたんだろうなと思ったんですけれども、依頼者の期待に応えるのはすごく重要だと思うんですけれども、より大事な視点で言うと、そのイベントを成功させるとか、そのイベントに来た参加者が喜んでくれるとか、それがより大きな目的だなと思ったんですよ。というふうに考えるならば、例えばで言うならば、依頼者の期待以上の成果を出しますとかにして、でまず依頼を受けたと、依頼を受けて聞いたところ、依頼者は具体的な要望はなくて、とにかく来た人が楽しんでくれるような、そのイベントに参加して思い出に残るようなグッズだったら嬉しいなという状態でした。正直曖昧なものだったんですけど、でもそういう情報からその参加者が満足してくれて、最終的に希望が叶えられるようにするにはどうしたらいいかなと思って試行錯誤して取り組みました。まず具体的にやったことっていうのは、誰が対象なのかっていうもので作るべきものっていうのが変わると思ったので、誰が来るのかっていうところを聞いたところ、その YouTube の視聴者層っていうのがこういう層でした。私アンケート見ると小中学生っていう風なところで、その YouTube チャンネルっていうのは鉄道関連のことというところだったので、鉄道関連ネタで小中学生が喜んでくれるようなデザインする必要があるんだなというようなところが、ね、分かりました。でもう一方で、結局その人たちに向けて作っても、依頼者が作り出したい雰囲気だったというのもあるので、その依頼者がどういうその空気感であったりとか、どういうようなデザイン性を求めているのかっていうのを知るために、何でもいいからこれ好きだなっていうのをたくさんあげてっていうふうに言って、あげてもらったことによってロゴデータだったりとかをすり合わせていって、ターゲットが喜んでくれるもの、かつ依頼者が出したい空気が出せるもの、この2つを実現できるようなものを作り出していくようにしました。そうした結果、作っていた200個のグッズっていうのは完売して、さらに非売品で作ったスタッフの T シャツまで欲しいって言ってもらえるような結果にもなりまして、期待以上の成果を出すことができました。このように私はみたいな感じで行った方がよりパワーアップするんじゃないかなと思いました。依頼者の目的をそもそも全体として取り入れた解決、私はしましたよっていうアピールに変えていくっていうことです。もともと内容もすごく良かったんですよ。その SIR とかでお客さんがこういうの作ってっていうのを作ります、そういう仕事をで活躍イメージを持ってもらうためにっていうところで選んでくれたと思うんです。その話はっていうのはすごく戦略的です、論理的でいいなと思ったので、さらにその上を行くためにっていう感じで、依頼者の希望のさらに使うユーザーまで考えてやります、そういう施設っていうところまで行けると、で実際そういう風に取り組まれている方だなと思ったので、いいなと思いました。もう一個です。これ、学識でも自己 PR でも言えるところなんですけれども、最後に、私はこの経験からこうこうこういうことを学び、システムエンジニアで働いて、こうこうこういう風に活かしていきたいですみたいなことを言ってくれてるじゃないですか。これガサッとなくしちゃっていいと思います。っていうのは、なんでかっていうと、エンジニアとして活躍しそうかどうかっていうのは面接官が判断するので、自分がこういう風に活かして活躍できると思いますみたいな自分の主張をするよりも、相手が判断することで、相手に活躍しそうと思ってもらえるのって、自分できるんでっていう風に言うのと、自分が具体的に何をやったか、そしてどんな成果を出したかっていう、その根拠を言うの、どっちの方が説得力ありますかっていうと、結果と結果につながる行動、ここの方が重要なんですね。そこを伝えたら、相手が勝手に思ってくれるようにするっていうのが狙いなので、なんで最後のアピールみたいなところはもうガサッとなくしちゃって、その分だけ中身に文字量というか分量を割いていくっていう風にすると良いんじゃないかなと思いました。模擬面接以上になります。今日はですね、 SIR だったりとか、ソフトウェアメーカーでシステムエンジニアを目指している田中さんの模擬面接をしていきました。田中さんですね、エンジニアめちゃくちゃ受かりそう、この人だったら採用されるなという風に感じる方でした。ただエンジニアをやりたいって言ってるだけではなくて、実際にその勉強を大学時代にしてきたりだとか、さらにその1年間のチーム開発取り組んで完成までこぎつけているみたいな、そういった経験をしっかり持っている方だったので、そういう経験をお持ちの方なので、エンジニアとしての活躍イメージが湧く方だなというふうに感じました。最初の1回目で言ってくれた内容から受かる方だなと思ったんですけれども、いくつかパワーアップできるポイントがあったので、細かいところだったんですけどお伝えしていきました。でお伝えしたところとしては、汎用的な部分、
振り返ると質問から終わるときに以上です以上です以上ですっていう風な終わり方をするとちょっと冷たい印象になるので質問された内容を繰り返して終わる。例えば志望動機であれば何々それが私が御社を志望する理由ですみたいな感じで繰り返してあげることによって以上ですという単調でちょっと冷たい印象というのをなくすことができますよということをお伝えしました。この動画が少しでも皆さんの就活に役に立つ情報になっていれば嬉しいです。皆さんの就職活動が成功することを心より応援しています。最後まで見ていただきありがとうございました。